FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア。こんばんは、松岡一嗣です。こんばんは、アシスタントの日本放送アナウンサー吉田久典です。今年2021年は実は映画の年でもある、プログレッシブなアニメ映画化も決定しているアニメソードアートオンラインシリーズね、主人公キリトを演じる松岡君をメインパーソナリティにお迎えしてお送りしておりますこの番組なんですが、ちょっと松岡君ツヤツヤしてるかな。あのツヤツヤ、年末に会った時よりもあの元気な感じがしますけどそうですね、やっぱりあやっぱりそうですねって感じですか。あの年末年始、杉浦さんって意外に皆さん一緒にお休みになられますよね。そうですね、やっぱり、あの、まあ、年末の12月の後半のスケジュールにもよるんですけど、まあ、僕は基本的にもう27日あたりからあのもう勘弁してくださいと。そうですよね、いうの事務所に行ったんですけど、勘弁という中にこの番組の収録があったことだけお伝えしておきましょう申し訳なかったいや本当にすいません。いやでもその後29日も1個仕事入ってたんで、全然勘弁されてないじゃないですか。話が違うやろがいみたいな、ね、話違います、けどそれもまあまあお仕事ですから、で終わった後はまあ事務所があの稼働する1月5日6ぐらいまではゆっくりできました。お疲れ様というか、まあ、骨休めはできたと。できました、何してたんですか今年は。でもあんま遠く行っちゃいけないとか。そうですね、いろいろありましたから まあ、やっぱり家でオンラインゲームですよね。ちょっと待ってソードアートオンラインとして100点の回答100点の回答なんですけど、ただ、一人の社会人の男性として、羨ましいんだけどなんかもっと他にもやらなきゃいけないとかいうことはなかったんですか。いや、 やらなきゃいけないって言ってもまあ他は台本チェックぐらいしか。仕事してるじゃないですかまあでもそれもやっぱ終わっちゃうじゃないですか、やればいつかは終わるものですよね。それに結構台本って早くチェックしちゃうと後でまずいんですよ。でそれどういうこと。あのどんなシーンだったか忘れちゃうんですよ。あ、半分初見みたいな感覚になっちゃうんで。あんまり早すぎるとやっぱり明日の仕事を昨日その前日にチェックしてるみたいなぐらい、その方が結構頭に入るんですよね。まあでもそりゃそうかもしれないですね、じゃあやりすぎてもいけないからっていうんで、できた時間はあの悠々オンラインゲームでお楽しみいただいてましたか、でこの正月オンラインゲームやった松岡君にこんなメールが、こちらはペンオネームっていう珍しいラジオネームでもペンネームでもない、お名前でいただきました。ありがとうございます。ラミレンさんという方から、今年2021年松岡さんにぜひやっていただきたいゲームを見つけました。その名もカーメカニックシュミレーター2018。ちょっとなんか知ってるぞそれ。私自身車の整備には詳しくないんですが、おそらく車の整備のありとあらゆることができるゲームです、レースゲームじゃなくて整備ゲームなんですね、タイヤなどはもちろんエンジンを取り出して松岡さんの大好きなクランクシャフトやエンジンのネジ1本まで分解して交換したり眺めたりできます、すげえ、ゲームなので他のパーツを透明にしてパーツをじっくり眺めたりいろいろなパーツを買って付け替えてカスタムして自分好みの車に仕上げることができます、実際にコースを走らせることもできて自分の組み上げた車を堪能することができます。スマホでもできるようですが、そうなの、PC の方が圧倒的に綺麗で本格的なのでおすすめですが、まずは動画サイトなどで実況動画を見てみてください。すごく完成度の高いゲームだと思いますよという、今知ってるぞとちらっと。これ多分、僕一回実況動画見たことありますね。これなんかこれ本当いろんなことできるんですよ。ここまで言ってますもんね。エンジンを取り出すだけでもすごいけど、エンジンのネジ1本まで分解して交換したりできると、まあただあのやっぱ素手じゃないんでやりにくさはやっぱありますよね。その実況者も言ってたんですけど、まずすいません、あの素手ではないという表現のところにおやってちょっと思ったんですけど、つまりは、マウスとキーボードでやるんでしょうねきっとね、PC ゲームだから、ここにどの部品をつけて、であのエンジンの中って容量が決まってるじゃないですか、あのデカさ以上のものは積めない、
それを考えてちょうどよく配置していくんですよね。はいはいはい、はい。まあ、これが実車だったら配線の位置とか電子デバイス系の配線の位置とかも考えなきゃいけないんで、そんなうまくはできないんですけど、まあ、ある種この車にこのエンジン乗っけて動くまでにするっていうのを、ある種のこうプラモデルを作るような感じで簡単にできちゃうっていう、やってるんじゃないですか本当は。いやいや、僕は見ただけです。十二分に熱がこもってるんですけども、いや僕も PC の方でやりたいんですけど、ちょっとカードの登録するのが怖くて。クレジットカードを、まあ、今時ネットゲームやるときには結構必須のものだと思いますが、松本さん、カードの登録必要なタイプのゲームやってないんですか。やってないですね。カードの登録はアマゾンぐらいです。いや、あまり変わらないと思いますよ、セキュリティ、いや、携帯の方なんで。あ、なるほど、携帯ゲームでの課金に関してはまあまあまあ、通話料とか合算とかね、いろいろありますからね、なぜか PC の方だって抵抗あるんですよね。アマゾンはなぜいいんですか。スマホがセキュリティちゃんとしてるっぽいから。僕逆のタイプで、ボンボン登録してるんですけど、基本的に、ネットでそういう目にあったことは基本今のところないんですけど。あ、ないですか。海外行った時に、地下鉄にスキミングが仕掛けられていたことはありましたけど。スキミングって何ですか。カード情報を勝手にこうコピーされて、行ったこともないロンドンの、ドラッグストアで、異常な量の薬を買ってますが大丈夫ですか、っていうふうに。でもそれも自分アラートが来て、警告が来て、なおかつ、いや絶対それ違いますよねって、僕がそこ行くわけないじゃないですかって説明したら、ですよねって言って、僕の方からは当然ブロックされてて払ってないわけですよ。でクレジットカード番号は危ないんで変えましょうって言って、変えて、登録こっちから変えられるの全部変えますねみたいなところもやってくれたりとかだから、むしろ現金より安全なところあるなって僕は思いましたけども。まあ確かに、まあでも本当僕昔はものすごい現金主義だったんですよ。はいはいはい、データなんか信用できないと。ソードアートオンラインの主人公やってる人が言うこととは思えない。いや、やっぱ生の方が、まあ分かります、分かります、払ってるっていう感覚もありますし、だったんですけど、まあ、クレジットカードやっぱ作らないとなって思って、まあ、何年か前に作ったんですけど。必要な状況ありますもんね、いや楽ですね本当に。そうでしょ、もうお札触らなくなりましたね。そうですね、最近多分僕2020年振り返るとこんなに現金使わなかった年ないなって思ってますもん、まあ、万が一の時のために最低限は入れてますけども、それ全然手つけないですね。でしょ、で、オンラインゲームに踏み出すのはまだ怖いですね。怖いですか、怖いですか。うちのパソコンのセキュリティがちゃんとしてるのかどうかがちょっと不安なんで。まあ、一人違うでしょうけれども、多分松岡さんの性格上大丈夫な感じですね今。大丈夫ですか。大丈夫だと思いますけどね、だからいろんなやりたいゲームの一覧はたくさんあるんですよ。2021年はクレジットカードを登録するっていうのが一つの目標ですかね。登録か。登録です。まあ、した方がいいんでしょうけどね絶対。俺のでやる。いやいや、立て替えといてもいいよ。まあ、それに今だったらあれじゃないですか、コンビニとかでもカード買えるじゃないですか、ね、ウェブマネー的なやつね、確かにありますよ、チャージができたりとか、それでできたら僕はやりたいですねこのゲームは。できるのかな、ちょっとサービスによりますけど、できる可能性は高そうですけどね、じゃあちょっとここに関してはもし一歩踏み出せるようでしたら、はい、松岡さんのセキュリティ意識と相談しつつですね、今年一つ目処にしておきたいと思います。はい、さて、松岡君はですね、高校生までは自動車整備士を目指していたという方ですから、はい、はい、ということでこの番組ではですね、ブルーレイ &DVD がリリースされているアニメについての感想や質問などはもちろん、いろんなメールをお待ちしております。ではメールアドレスを、セキュリティたっぷりに松岡さんからお願いします。はい、メールアドレスは sao@1242.com sao@1242.com SAO はソードアートオンエアの略。1242は日本放送の AM の周波数です。あなたからのメール待ってます。
いつもよりも丁寧にお伝えしてますよ。番号は大事ですから、ね、番号大事ですからね、一番号違っただけでエラーが起きちゃいますから、ということでこの番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグ SAO ラジオです。これをつけてぜひ放送中につぶやいてください。この後はゲストの方のご登場です。FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りします。松岡義嗣です。吉田尚紀です。 FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア、お送りしているソードアートオンエア。アニメは去年の9月に最新作アリシゼーションウォーブアンダーワールドの放送が終了しまして、まあその去年いっぱいでね、ブルーレイと DVD も全巻リリースしまして、一区切りついてるということで、今回はシリーズ全体を統括する方に来ていただきました。この番組ではもはや常連のこの方でございます。はい、ソードアートオンラインのプロデューサー、大の猫好きの毎度おなじみアニプレックスの丹羽さんです。明けましておめでとうございます。アニプレックス丹羽です。よろしくお願いします。丹羽さんはやっぱりこう、あの顎の下にマスクがあって口元おひげがあるのは社会人の今あるあるのマスクなのでヒゲ剃らないぜっていうやつですか。もともともうあの生やしてはいるんですけれども、ね、確かにあのマスクあるとね、あの若く見られるっていうことが分かったんで最近。あ、はい、逆にマスク外すと意外と言ってるんですねってよく言われるんですけど。プロデューサーって立場でもしかしたらおヒゲ重要かもしれないですね。そうです、なんかねやっぱ動画なんあのラジオだと伝わらないですけど、すごい動画だと言われるんで、ここだけはしっかり生やしていこうかなと。生やしていこう、はい、ここも仕事だと。そうですそうです。仕事してるヒゲが口ヒゲ顎ヒゲと。どうやってヒゲって整うんですか。あ、もうハサミで僕は切るのと、あの必要な箇所以外はなんか生えない仕様になってるんで。仕様脱毛とかしたんですか。あ、全くしてないんですよね。なんか本当こう鼻の下と顎だけが生えるっていう仕様になってます。ちょうどいい状態です。そうなんです。すごい、ヒゲエリートですよ。ヒゲエリート。僕が生やしたらイカリゲンドみたいになる。全部つながるんですよ。憧れますけどね。あった防寒性高そうですけどね。さて、という丹羽さんなんですけど、すみません、どうでもいいんですけど、はい、クレジットカード使われますか。僕はもうあのいろんなところにそれこそ吉田さんと一緒で登録しまくってますね。はい、うん、まあでもなんですよ、もうとにかくいろんなこと時短したいので。あ、わかるわ、はい、もうコンビニとかでこうチャラチャラお金をやるのも面倒だし、そのなんだろう、そのあの、ね、カードとかプリペイドカードを買うのも面倒なんで、うん、もうとにかくもう何でもいいからカードでやっちゃおうみたいな性格になってます、ね。そうするとあのこう自分で現金がちゃんとしてるかなって調べるよりも一覧でちゃんとバーって出て、ね、この方が早いよね。そう、管理がね、うん、意外と一番楽だっていう、うん、っていうことなんですよ、うん、松岡さん。はい、いや、まだちょっと心の構えが。でもそれでね、実はそれ年末にも僕丹羽さんとお仕事させていただいて、松岡君もいたじゃないですか、ええ、あの時にソードアートオンラインってこんなに海外でイベントやってるんだと、海外で愛されてるんだっていうのをすごいその時に改めて思ったわけですよ。その時にあれ、すっごい海外行ってるじゃないですか松岡君、ええ、ね、あの、ええ、海外ってやっぱりこう両替とかが発生するから現金より大変じゃない、はい、ええ、うん、でクレジットカードって方多いと思うんですけど、え、海外行ってる時は松岡君どう。いや、僕は某先輩 の、はい、あの教えを請いまして、はい、そのカードだったらもうほぼどこでも使えるよって言われてたんで、例えばあの空港から日本の空港から立つ時も両替しないで、うん、カードだけ持ってれば十分だっていう感じで海外行ってコンビニでカード OK ってやったらNO って言われて、え、俺持ってないけどってなったことは。セキュリティとは逆にあのさすがに丹羽さんも、まあ、一緒に行かれてるじゃないですか。そうですね、ええというか、まあ、あの一つ思ったのはその海外のイベントの映像すべてに丹羽さんが映っているのを見ては思っていたんですけど。そうですね、あの、まあ、もちろんネットの映像としては管理しに行くのも仕事ですから。そうなんですよ、一回行くんですけども、確かに松岡さんがあの、はい、コンビニでちょっと水買ってきますって言って、はい、しばらく帰ってこないなと思って、うん、あのレジの方行ったらなんかすごい揉めてるマスクを見るみたいな。クレジット
カードじゃなくて現金もちゃんと持ってますし、そうなんですよ。だからなんか無線でね、あの物買おうとしてる松岡さんっていう状態になってたんで、これはいかんと思っていや助けに入らなかった。そういう意味でね、必ず行かないといけないんですけど。確かに、今行ってる理由が、とてもあることが分かりましたけど、はい、ちょっと心配なんで。でもやっぱり海外行くとさすがにちょっと現金持ってきますよね。そうですね、多少はですけど、割とだからカードあのいろんな種類持ってって、うん、あ、ダメならこれかなみたいなことをやる感じですかね。なので、まあまあ無理して作んなくてもいいですけど、あのセキュリティってあのなんて言うんだろう、いろんな側面がありますよ。あ、そうですか。現金ないとあの果たせないセキュリティもあるなって今思う。セキュリティなのかこれは。確かに異常なことがあれば教えてくれるんですもんね。異常なこと、あ、クレジットカードはそうです。それを信じて、それは返金対応とかあるんですか？返金対応は、本当に明らかにその人じゃないっていう風に、ちゃんと伝われば大丈夫です。明太子100個買ってるみたいな。そうですね。ただね、あの、あ、明太子好きなんだなって人に対するそれはプライバシーなので、今度は逆に100個ぐらいは明太子買う人もいるからなみたいになる時はあるじゃ食えねえだろうみたいな、っていうのは明太パーティーかなみたいな可能性もありえるんで、さてそんなことを言ってますが、年末年始、例えばアニメのプロデューサーっていうのはどうなってんだろうっていうのは確かにちょっとね聞きたいところですけど、まあでも本当にいわゆる、ね、会社員なんで、普通に過ごしてますし、まあ、今年とかだとね、あの実家とかにはあの帰れないので、まあ、家でとにかくこう、まあ、とにかく僕はもう本とか漫画とかをあのひたすら読もうと思ってこう電子書籍で大量に買うんですけど、全然読めないっていうとこう溜まってるやつがあるので、まあ、それをひたすら消化するっていう作業をするくらいです。まあ、あと動画とかもそうですけど、なんか最近がインプットする時間をどう捻出するかを考えてると、まあ、年末に時間いっぱいあるからまあいいかなみたいな感じでひたすらこうそういう大きい休みにぶつけるという感じですかね。じゃあもう大きい休みはずっとそういった見たり聞いたり。そうですね、だから、まあ、むしろ寝てないくらいの感じですか、ね、あ、そうなんですか、はい、まあ、あの夢中になっちゃうんで、はい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 、はい、あの今じゃあここに僕の目の前にいるのはずっとオンラインゲームをやっていた主演声優と、ずっと漫画アニメゲームをやり続けていたプロデューサーを目の前にしてるわけですね。そういうことになりますね、羨ましいなもう。まあでも、はい、まあそこからあのですもんね、仕事って。そうですそうです、プロデューサーさんの全部仕事だと思ってやってますんで、はい、で、まあそれがあったと思うんですけど、それって2020年21年の年越しだからかなと思って、多分19年20年の年越しってまさにソードアートオンラインランニング中なわけじゃないですか。そうですね、こうはいかなかったと思うんですけど。確かに、あ、そうですね、それで言うとまさに20年の1月か2月くらいにあの京都でエクスクロニクルっていうのがあったんですけど、 あれのこう展示だったりいろんなものの監修をひたすらやってたんで、それこそずっとそれをやってたかもしれないですね。あのものすごい量なんで、膨大な量 で結局ソードアートオンラインをこう長年やってる人ってあんまいないんで、あのうちのアニプレックスの中でも、まあ、これを自分が見るしかないなということで、ひたすら見てここは違うとか、ここはこれにしようみたいな、ギリギリまで。基本エクスクロニクルの時とかはもう庭さんがもうここに何を展示しようっていう、まあそうですね、まあ、提案もらったりなんですけど、結局いやこっちの方がいいってなっちゃうんで、あの全部こう結局考えてしまうという状態だし、あ、実はあの僕こういう素材持ってるんでみたいなことだったりを、ずっとやってましたね、はい、エクスクロニクルは。でそのエクスクロニクルがあったのもちょうどオーブアンダーワールドがこれから最終章に行くからっていうのもあって、 それがよりこう、ね、あのこう盛り上がったらいいなと思ってやってるわけじゃないですか、はい、ないですか。でそしたらもうあの緊急事態宣言来ちゃったわけじゃないですか。そうなんですよ、その時に。で延期になってるんです一回、はい、放送が、はい、そういうのってもうこれあの実は前に来てもらった時まだ終わってなかったですよね。終わってなかったです、多分まさにそれが出たくらいの時期だったかもしれないですね。その頃って多分言えなかったことがいっぱいあると思うんですけど、はいはい、今もうあの一回ちゃんとシリーズ最後まで走り通したじゃないですか、はいはい、今なら言えるようなこともあると思うんですけど、その時正直どういう気持ちだったんですか。
まさに3月の終わりか4月の頭くらいにその決断を迫られた時があったんですよ。そうか、決断する人ですよね。あ、そうなんですよ。いや、どうよ松岡君。いやものすごいプレッシャーですよね。そうね、目の前にこうなんかボタンがあって、緊急停止ボタンみたいなのがあって、これを松岡君押すんだよっていうふうに言われて、押せば、まあ、こういうことが起き、押さないとこういうことが起きる、だが、その間はないと、いいとこ取りはできんぞと。どうする松岡君。さあ、そして毎日日は進んでいきます。この状況、いや、安全考えたら押すしかないですよね。まあ確かにね、ただそれによってのデメリットもでかい。あ、やっぱ僕天秤かけちゃいますね。そうですよね、めちゃくちゃ重い天秤が丹羽さんの目の前にはあったわけです、ね、まさに、あの A1 ピクチャーズに、あの、まあ、ある程度プロデューサーが集まって、はい、A1 ピクチャーズの社長 の柏田さんの、あの元ソードアートオンエアの、あのアニプレックスのプロデューサーなんですけど、彼が、あの、まあ、要はストップはしないけど、おそらくこの状況でやり続けても間に合わないっていう話をしてて、で彼が、あの納品と命どっちが大事かっていう話をしたんですよ。そんな会議になるんですか。そうなんですよ。重っ。ただ僕は今までの柏田さん、僕のそのまあ師匠みたいな人間なんですけど、はいはい、今までだったら絶対納品って言うんですよ。そういう人だったし、そういう教えをこう受けてきたんで、はい、いや、なんか簡単な質問してるなと思ったんですけど。その時に彼は、いや、命だと、いや、それは、あ、そうだよなっていう、なんか当たり前のことを改めて、まあ、そのなんだろう、あ、でも柏田さんがこれを言うくらいの状況だっていうのがとてもこうよく分かったというか、なんでしょうね、なかなかこうリアリティまだなかった時期だとは思うんですけど、うん、なんかその言葉を聞いて、この人がそれを言うくらいの状況だったらもう確かにしょうがないなっていうことで、じゃあ、もうしょうがないですけど3ヶ月ですね、はい、まあもう落とすしかないですねと。やっぱりその命に変えられるものはないなっていうですね、なんかその自分の命だけだったら別に僕は納品優先すると思うんですけど、なんか、いや、いろんな人の関わってるから、まあ、そりゃそうだよなっていう、っていう話をすごい覚えてますね、あの時のこの二者択一。その会議で決定したわけですか。その会議で、そうですね、まあ、ほぼ方針決まって、まあ、あのいろいろあの会社だったりその委員会だったりみたいなところのご理解を得てですね、はい、って決断して、はい、これ多分プロデューサー人生で初めてじゃないですか。いや、もちろんですよ、はい、もうだから延期、放送延期もないですし、今までその例えばパッケージの発売延期とかもあの絶対にないですよ。なんかやっぱ時間を守るっていう、こう社会人としての当たり前のルールを守るっていうのは、当然その発売日だったり放送日っていうのもそうだと思ってたんで、まあでもここに及んでそれができないっていう状況、まあこればっかりもでもしょうがないということで、本当にこう断腸の思いとはこのことだなと、うん、まあそれはもうエンマ様が命だって言ったら、もうエンマ様なんですか、柏田プロデューサーは。いや、わからないですけど、うん、まあまあまあ、そうですね、あのエンマ様くらいの人だと僕は思ってますけど、まあエンマ様もそういうぐらい。そうです、そうです、うんうん、で、実際のところ、じゃあそうしますと、うん、この決断はすごい、なんでしょう、こう社会活動として正しいというか、うん、まあ、そうだよね、はい、と思うのですが、今度はあと自動的に止まるわけじゃないじゃないですか。そうなんですよ、今の話、はい、止めるぞってなって、止めるぞってなって、いろんなところで、じゃあこのこれの発売日このはずだったんですけど、これの放送日とこれと連動してこんなキャンペーンがみたいなのを全部、まさにその本当に4クール目なっていうのは一番盛り上げなきゃいけないところなんで、すっごいいろんなもの仕込んでたんですよ。とにかくもうこの放送日に合わせてこういうことをやるから、ここまでにこういう商品合わせようとかっていうのすっごい細かく決めてたんで、それが一回全て瓦解したので、もうそれのその立て直しだったりっていうのがもうとにかく大変で、7月に放送伸ばしたところで本当にこれできるかどうかまだわからないけど、でもそこで調整しておかないと実際にできた時に成立しないからっていうところで、
ダメかもしれないけどもうやるしかないよねっていう時期がとにかく続いたんですよね。だから本当にあの時のこう確かになすごい精神状態だったと思います。やってももしかしたらできないかもしれないっていうことばかりなんで。そうですよね、うん、でもだからといって明日やってくださいってできるもんじゃないから。そうなんですよ。3ヶ月前から頼んどかないけど絶対できないからっていう、うん、そうなんです。うわ確かにそうだ思い出しました。あそこ多分キリトもかなり、ね、あの王国に住んでる間大変だったと思うんですけど、ね、庭さんも大変だったよこれは。いや本当ですね。いやもうやっぱりこう一人でできるものじゃないじゃないですか、だからこうやっぱ、まあ、一丸となってっていうのは簡単かもしれないですけど、いややっぱそれを何とかでも実現できたっていうやっぱ丹羽さんすごいですよね。いや僕はもう本当に何もしてないんでなんか、なんかこうついてきたついてきてくれたこうそれこそ会社のスタッフだったりいろんな人たちのおかげだなと思ってるんで、まさにだから本当に放送できて、だ僕は本当キリトの復活を見届けることがやっぱこのウォーバンダーワールドの何でしょう、こう一つのこう達成感にまつながるかなと思ってたんですけど、そこに至るまでっていうところが本当に長すぎたんで、いや本当なのであの放送を見た時にもうなんか感無量どころの話ではなくてですね、本当にできたんだっていう気持ちでいっぱいでしたね。もうじゃあ放送をリアルタイムで見てる時が、まあ、当然それまでにプロデューサーとしてこう脚本とか全ての段階でチェックしてるわけですよね、はい、キリトはこの瞬間でこうやって復活するんだ、はい、絵も見てる、見てる、アフレコも見てる、はい、で商品としてこう放送を納入する前でのやつ見てる、はい、で見て世の中に今これ流れてるんだぞっていう瞬間は同じ映像でもやっぱり感覚違うんですか。全然違います、ね、全然違うんですか、はい。それこそまあ僕はもう本当ひたすらあの皆さんの反応を見ながらオンエアチェックしてたりはするんで、なんかこんなに何ですかね、寝てて起きただけなのにまあいてしまうとですよ、こんなにこうみんなが歓喜するこうヒーローって何でしょう、まあ割とそんなに今までないのかなと思うあの瞬間。感動はすごい伝わってきたんですけど、寝てて起きただけっていう表現のシンプルさに確かにってちょっと寝てて起きたあの役を演じてられていた松岡さん的には、いややっぱり僕も正直な話辛かったですね。まあキリトとしてっていうところもあるんですけど、やっぱりキリトだったらあの瞬間いた時に何とかしてくれたんじゃないかっていう可能性は捨てきれないんですよ。いろいろとね、確かに、確かに人海軍側もすっごいたくさんの人が亡くなったんで、だからその時にキリトがいたらまた違った未来もあったのかなっていうところもすごい感じたんですけど、でもどうにもならないんですよね。なんかもしかしたらその世間の状況と丹羽さんの状況と今回のこうアリシゼーションウォーバンダーワールドのこうテーマというか偶然こう合致した部分でもどかしさとそこからの解放みたいなところあるかもしれないですね、うん、ものすごいもどかしかったですよね。そうなんですよ ね、まさにこう社会が持ってる不安とか閉塞感みたいなところを、なんかキリトがね一つ希望を見せてくれた感じが、よかったです。いやでそれでバーンって解放されて、はい、で物語自体はその後なんでしょう、ものすごい展開をまた見せるんです。まだ最終巻もういいですよね、放送されてもちろんもちろん、はい、一回こうもうアリスが現実世界に登場し、はい、そして、キリトさんはとうとう、スペースへ宇宙へっていう大展開だったじゃないですか、はい、そうですよね。でそこまでの本当に溜めてっていうのからボカーンっていく、はい、その部分っていうのは、まず松岡君はなんかやっぱ解放感みたいなのはあるのかな、そこまでこう全然こう一生懸命できなかったキリトが。そうですね、ただあのキリトが根本的にちょっと違うところに行っちゃったなっていう感覚はあるんですよ、はいはいはい、やっぱりその、まあ、一回そのアンダーワールドの時にも幼少期の記憶消されてたのに魂が覚えてたっていうシーンがやっぱり僕の中ではすごく引っかかっていて、だからそのアンダーワールドの中であの西洋キリトとしてずっと過ごしていて、でもそれで戻ってきて、まあ、いわゆる記憶をデリートしましたって言っても多分それだけじゃ済まないんですよね、多分僕の考えだと、だからこそ
現実世界に戻ってきたキリトっていうのがどこかしらなんか妙になんか人をというかアリスに対してとかもそうだったんですけど、一つ一つのものの言い方であったりっていうのがなんか大人びてるというか、なんかすごい余裕のある冷静な部分も垣間見えて、それがなんか僕的に若干怖く映る時もあれば、なんかすごい頼もしく映る。まあアンダーワールドの中でもう2年間経って精神年齢的にはもう19歳にもなっちゃってるんですけど、いやまあ苦労をすると ね、あの人は言語レベルとか記憶レベルじゃなくて何か変わりますっていうのは確かにあるんですけど、あのこれを確実に2020年苦労の年だった丹羽さんは、どうなんですか、なんかこう大人になったぞっていうか。そうですね、どうなんですかね、まあ、でも、いろんな経験は積ませてもらいましたっていうのは、本当に大きい年でしたし、なんだろうな、まあ、僕自身は そこまでそのなんか こうなったみたいなのはないんですけど、まあ、それこそなんか僕松岡さんがさっき今言ってたあのキリトがちょっと遠くに行っちゃったみたいな話で言うと、松岡さんも実はそういうキリトのような、まあ、なんか成長で言ったらちょっとね僕はおこがましいんですけど、なんかあるなと思ってて、なんでしょう、やっぱりこう、まあ、僕は本当に2012年 の最初ファーストシーズンからあのずっと松岡さんを一緒にこうソードアートオンラインやらせていただいて、なんかこう当時はねやっぱりちょっと駆け出しというかね、まあ、新人の方で、あの、まあ、言うたら頼りないっていうところもあったんですけど、なんかみんなが松岡さん頑張ってるからじゃあちょっとソードアートオンライン盛り上げていこうみたいな感じだったんですけど、それこそその後いろんな作品で活躍されて、あのまた松岡さんとしてあの、まあ、ずっと、ね、キリトやられてましたけど、あの改めてあのキリトの復活シーンだったりとかやっているのを見ると、何でしょう、その頼りない松岡さんだから頑張ってみんなでフォローしようじゃなくて、もう彼の背中についていこうになったなっていうのはすごく思ったんで、まあ、ちょっと遠くに行っちゃったキリトっていうのはもしかしたら松岡さんも少しこうそういう存在に少しこうソードアートオンラインの中でなってるかもしれないけど、でもいつもの松岡さんでいてくれてありがとうみたいなですねこうあの西洋松岡モード、あそう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 、モードがついたって感じ、モードがついてるかもしれないですね。あ、まあ、去年の松岡君は松岡君で見てるとそれは大変だろうっていうのもありましたからね、まあ、いろんな経験させていただきましたしね。あ、2020年大変だったんですね、お二人とも。いやー、でも確かに松岡さんにはちょっとね11月に本当に大変な思いをさせてしまいましたんでここあのこの場を借りてちょっとすいません、あのいや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 、これこの間金谷さんもおっしゃってましたね、本当に人間ってやればできるんだなっていうのをまた再確認させていただいたじゃあそんなこうあのとりあえずもう間違いなくやりきったじゃないですか、はい、お二人とも、はい、でやりきった上でびっくりしたのが2020年の段階でもう来年映画やるよって言ってたのが驚きだったんですよここまでやってまだやるのっていうふうに思ったのと同時に、どれをやるのと思ったら、あ、プログレッシブをやるの、みたいな、こともいろいろあったんですけど、はいはいはい、もう正直その大変なところをくり抜けてまたやるとなったら正直もう楽しいが先に立つんじゃないですか、これ。あ、でもそうです ね、確かにあのいろいろ考えてると楽しいですし、特にプログレッシブって、まあ、言ってしまったらあの一番最初のお話に戻るようなものなので、なんか改めてソードアートオンラインという作品を一からみんなに知ってもらおうみたいなあのことを考えて、あの、まあ、今回の映画をいろいろ宣伝していきたいなと思ってるんですけど、なんかそう考えるとねすごい楽しいですよね。あのそもそも VR ゲームに閉じ込められるっていう状況とか、 VR ゲームフルダイブするみたいな、なんかソードアートオンラインが持ってる僕らがもう当たり前になっちゃってるけど、でも普通に知らない人からしたらすごい面白い世界観だよねっていうところを改めてなんかこう宣伝していくみたいなところを考えるとすごいワクワクしてますね、はい、その間に世の中的にちょっと当たり前になりましたもんね。そうなんですよ ね、いやすごいですよね、本当に8年前にそれを想像していた、ええ、うん、あのクリエイターさんたちはよりすごいと思いますけど、2021年ちょっと来ちゃってますからね。来ちゃってますよね、こんなに VR ゲームが、もう世の中に浸透するとは、その段階でまた映画が公開できるとなると。そうですね、ね、いや、じゃあそうすると、すごくストレートにお伺いするんですけど、はい、あの
いつ頃見られるんですか。そうですね、今年見られると思いますよ。あ、今年、うん、今年。これは確定なんですか。まあ、確定、まあ、2021年っていうふうには言ってしまってるので、ね、はい、2021年のどこかで見られるんじゃないかなと思いますよ、うん、この辺が、3ヶ月間自分の懐で仕事を伸ばした人の言うことですまあでも今年見れるっていうことですからね。まあそれはもう楽しみに。まあね、でも明日も今年だし12月31日も今年なんだよね。まあ、でもね300何十日とかですかね、のうちのどこかではもう300日のどこか見られるということで、その間にプロ野球のシーズンとか全部終わったりするんですよ。300はまあまあもう、まあ、すぐですよ、うん、なので一つだけお伝えすると、この話になってから丹羽さんと目が合わないまあ一番楽しみな、まあまあ楽しみなことはいいでしょう、ね、いつ来ると分かっててもということで、うん、なので2021年もまずは映画どこかでやるよっていうのを楽しみに、うん、でアニメのいいところはアーカイブとしてずっと積み上がってるところですもんね。そうです ね、はい、うん、興味を持った方は今から追いつくと思ったらいつでもいつからでも追いつける。いや本当ですよ。いや あれも増えましたよね、その配信媒体っていうんですか。めちゃくちゃやってますよね、うん、そうですね、オンラインね、いろんなとこで見れますよね、うん、ソードアートオンラインは。あなたが加入しているサービスはこれだよっていうのがあったらちょっと一回検索をしてみてください、ね、多分かなりな確率で見られると思います、うん、ヒットしますよ、はいはい、ということで、お送りしているソードアートオンエア、今週はアニメソードアートオンエアのプロデューサー丹羽さんを迎えてお送りしております。FM93AM124に日本放送ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りしました。松岡芳嗣です。吉田尚紀です。 FM93AM124 に日本放送ソードアートオンエア、はい、今週は最後にゲストのアニメソードアートオンラインの丹羽プロデューサーと一緒にこのコーナーをお送りしましょう。今週のソードアートオンライン、松岡くんが主人公キリトを演じるアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしているこのコーナーですが、アニメ最新作アリシゼーションオーバーアンダーワールド最終章のブルーレイ&DVD 全8巻がただいま発売中、まあ、まだ全巻揃えてないという方はぜひお年玉などでお買い求めください。はい、特にいろいろ他に使う予算だったっていうのは残ってる方も中にいらっしゃるかもしれない。これコンプリートボックスとか出さないですか。これはそうですね、いつかは出したいですけど、まずはこの全8巻楽しんでいただいて思ってます。確かに、だって8巻でもものすごいボリュームですからそうなんですよ、これコンプリートボックスだろうって感じがしますが、さてそしてこのアリステーションウォーバーアンダーワールドはただいまですね、献血への協力を呼びかけるみんなの献血とのコラボキャンペーンを実施中です。そうなんですね、詳しい情報はみんなの献血のホームページでチェックしてください。そしてこのアリシデーション編に続いて今年2021年には映画劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリアの公開も決定しているわけなんですが、丹羽さん言える範囲で、はい、何かください。なんかそうですね、具体的なことを想像が広がるようなやつを。そうですね、そしたら、まあ、今1月ですから、もう少ししたらね、ほらアニメのちょっと盛り上がるこうイベントだったりがまた全体的なやつがあるかもしれないですけど、そこでねちょっと何か言えるかもしれない。僕は、ここから丹羽さんの言おうとしてることとは切り離してください。3月にかな、違う？まあアニメのね全体的にこう盛り上がるイベントがね、大体4月の前くらいにありますね。4月直前にあって、アニメが盛り上がるイベントというふうにおっしゃってるやつ、僕が知ってる限りではアニメジャパンっていうすごいストレートなタイトルのイベントがある、アニメジャパン世の中に、あるんですよ。で、かなって思ってますけど、これは丹羽さんの口じゃなくて、ここにいる勝手な局アナが言ってるだけのことなので、どう受け取るかはあなた次第です。はあ、なるほど。そこで何かがあるかもしれない。結構出るかもですね。おお。いや、分かんない。いやでもね、いやタイミング的にはさすがに2021年中ということは春のうちに何らかの動きはきっとこの対策はあるはずだと信じています。松岡さんもその場に
いるのかな、わかんないですね。そうですね、会場じゃないですもんね多分。さあ、全員が謎解きの中で入ってますけど一応丹羽さんが言ってたのは何かがあるっていう、何かがあるのを勝手に解釈しましたという、はい、お話でございます、はい。さて、でそんなソードアートオンラインシリーズに関して一番メールをいただいております、はい。こちらは広島のラジオネームズーさん、18歳の方からいただきました。どうございます、今回ソードアートオンラインアリシデーションウォーブアンダーワールド後半クールのオープニング&エンディングの絵コンテ集、マテリアルブックと書き下ろしクリアファイル3女神グッズを購入させていただきました。ありがとうございます。クリアファイルは過去にも買ったことあるんですが、エンディングの船に乗っているキリトとユージオが出会った後に建物が崩れるシーン、あの細かい破片が絵コンテでどのように描かれてるかが気になりすぎて人生で初めて絵コンテ集を買いました。という熱い18歳からのメールをいただきました。人生で初めて、まあ、18歳だったら絵コンテブックを初めて欲しいですね。あ、そっかそっか、そうですよね。僕も初めて CG のレーザーディスクを買ったの18歳ぐらいでしたね。マニアックすぎる、確かに、まあ、あのエンディングは大城さんっていうですね、ウォーブアンダーワールドの、前半の方のエンディングもやられてて、あのリサさんのアンラスティングという曲 の、 あのコンテをやってくれた方なんですけど、割とこう僕らも上がってくるとびっくりするような、だからコンテであのなんていうんですかね、あそこまで想像できないというかところまでですねやってくれてるっていう感じがあるんで、結構確かにコンテで見比べてみると面白いかもしれないですね。あの僕らのコンテ見て、まあ大体こんな映像かなって思うで、あの実際に完成見るんですけど、結構それ以上のなんか、あ、こんなことまでやるんだっていう方なので、うん、ちょっとそこはすごく楽しめると思います。まさに、はい、スッと見て楽しいというのもありますけど、もう本当アニメって、ね、意図しないものは画面に絶対現れないですからね、はい、誰かの意図がそこにあるっていうのを味わっていただけるのはこの見方かもしれません、うん、ということで、はい、これらの詳しい情報は公式ホームページからチェックしていただきたいと思います。では残念ながらプロデューサーの丹羽さんとはここでお別れと、ああ、はい、いうことになりますが、丹羽さんからあのこの番組を聞いてくれている人とファンの方にぜひ一言お願いします。はい、はい、いつも、ご視聴ありがとうございます。本当に2020年は本当に大変な年でしたけれども、まあ、皆さんのおかげで、走り切ることができました。でまた何より最終話を放送した時に、まあ、僕は相変わらずいろいろ SNS を見ながら、感想とか見てたんですけど、その時に本当にスタッフの皆さん、キャストの皆さん、お疲れ様でしたっていうねぎらいの言葉がですねすごくたくさん見られて、それに救われたこうスタッフだったりキャストって本当にたくさんいたんだなと思いますし、僕自身も本当になんか一個一個こうなんかなんていうんですかね、胸にこう来るものがありながらこうなんていうんですか、こうずっと見てしばらく眺めてたみたいな状態だったので、本当に皆さんの応援っていうのが作品を支えてくれますし、これからもいい作品を作れるようにですね頑張る過程になりますので、引き続きソードアートオンラインよろしくお願いします。今日はありがとうございました。で今週ゲストに来ていただいたのはソードアートオンラインシリーズプロデューサー丹羽さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。松岡芳嗣が毎週火曜日のこの時間にお送りしているソードアートオンエア、はい、今週も丹羽さんにいっぱいお話をいただいている間に一つ調査が進んでおりました。何ですか？カーメカニックシミュレーター2018、iTunes カードが使えるかどうか、現状わからないという、まだわかんない。なるほど、一応ですね、はい、僕あれ何でしたっけ、スチームでしたっけ、ああスチーム、はい、は入れてるんですよ、はいはいはい、多分あるんですよね。でもスチームってカード使えるの？いやもうクレジットカードではなく、言ってしまいましょうか、僕スチームからめちゃめちゃ引き落とされてますから、それは僕が正しく遊んだ分が正しく引き落とされてるだけですけど。なるほど。スチームはそれは使いますよ、分かんない方のために言うと、こうゲームを PC でやるためのまあ、スマホで言うんだったらアプリストアみたいなのがあるんです、それがスチームなんですけど、スチーム入ってるんだったら多分。なるほど。まあこれだけ押してくださるんですもんね
いやそんなもっと自発的な気持ちになった時で大丈夫ですよ。その全然、そういう時で大丈夫でございますということで、はい、この番組ではですね、ひっそりブログなどもやってますのでぜひチェックしてください。で今回の放送をもう一度聞きたいという方は、地上波放送から1週間以内ならラジコというアプリでもう一度放送を聞くことができますし、この後夜10時以降はアニメソードアートオンライン公式サイトでこの番組のディレクターズカットしないバージョンも配信します。そちらではリスナーの皆さんのメールもたくさん紹介できてますかね、はい、ますのでぜひ聞いてみてください。っていうか今日もすっげー撮ってるんでディレクターズカットしないバージョンとおそらく尺が全然違うと、思います。それでは今週はこの辺で、また来週。